さあ、やっていきましょうか。Little Nightmare。前回はね、この次の部屋のところで、なんかうまく靴を放り投げてスイッチを押せなかったっていうね。で、あの後、まあ、ちょっとさすがに、詰まって次進めないなんてことがあったらあれだったんで、いろいろ見てみたら、やっぱこれ、正解だったんですよね。でもなぜか、うまく投げれないっていう。なんなんだろうなぁ。ちょっと置かないで。投げて。ほい、あ、いった、やっぱいけたね。で、これで次進む。あー、バレた。こう、あ、でも、ようやく次行けましたね。前回ちょっとここで3分か5分くらい。あー、食べないで、美味しくないよ。だって私骨しかないんだもの。まあ、とりあえず次に行くことができるっていうのは証明されただけ良かったかなというところで。じゃあ、やっていこう。行け、走れ、普通、そっちじゃない、近い。うわぁ、また捕まった。いや、まあ。三度目の正直っていうね、言葉がありますから。それで、チャラだよ。行ける。俺ならできる。俺には、俺がついてる。走れ、リトル。そう。そして遠いところ、バレてないよ。いけ。そして靴を、ぶん投げ。違う。あれ？これなんかうまくいくときとうまくいかないときがあるよね。あ、いった。よし。で、今鳴ってる。チャンス。バレてない。次。あ、そうか、走ったらいいんだよね、これ音でバレてるからね。で、こっちに来てるような気配もないから、押して隙間を抜ける。隙間よし、押して OK。 わー、積んどくの部屋。これなんで倒れないの？接着剤でバッチバチに固められてんのかな。これはなんか机の上登ってとかなのかな。でも机登れないな。奥になんか進むところ。いや、でもこれまでの傾向からしたら多分奥に進む運命ってあんまないと思うんだよな。この本がなんか登れたりする？でも真ん中のやつなんか登ったら崩れちゃいそうだよね。あ、登れた。すげえな、こいつ。まあ、こいつもすげえし、崩れない本もすごいよね、本当に。で、登り切ったはいいけど、どこ進む？うわ、いて。この高さ平気なんだ。てっきり死ぬかと思ったけどね。で、これ登れる？もしかして。あ、登れる。じゃあ、こっち登って、で、一旦、右に降りて、で、右の本棚を登って、上のなんかピアノが吊るされてるやつのとこに登るみたいなね。なんかあの、ピアノ吊るされてるあの感じ見たら、わかるかな？ジャッキー・チェンのフー・アム・アイっていう映画で、こう犬を乗せたソファーをこう上げるためにこんな感じで吊るし登してるシーンがあるんですよ。ところが悪党がなんか銃を撃ったかなんかで落ちるところをワンちゃんキャッチして、ジャッキーがかっけーみたいなね。どうでもいいけど飛ぼう。で、左右に揺れてから走、これいける？いけー、そう、よっ、すげえな。相変わらずのサスケサード3。あ、落ちてバレるんじゃない？下から手がどんどん伸びてくるから、上かい、マジか、上かよ。こいつやっぱ複数型いるんじゃねえ、量産型タイラントみたいな感じなんじゃないのねえ。とりあえず、やつに気づかれないように、志村後ろっていうような状態で進んでいったらいいんじゃないかな。あ、なんかクランクはめるとこもあるしね。だからクランクを手に入れてここまで戻ってくるんだけど、その間に道中、やつに捕まらないように逃げましょうっていうオチですね。あ、なるほど。手前に本棚があるね。手前に本棚があるから、そこを登っていくと。で、上、はい。シンバル、シャンシャンあるね。なるほど。あ、これを落として、バレないように、こう、あの、音だけ鳴らして、釣り通に気を取られてる間に、伸びてきてる。うわ、高さ届くんか。全然ここ安全牌じゃないんだな。あ、やべ。あ、頭。てえな、骨だと。誰で落としたのは、上に誰かいるのか。ああ、もう一個ブロック落とす。ほいって気にしてる間に、
で、さらにシャンシャン行こうか。おい、あ、結構遠くまで行けたね。で、あとは登ってる間に こいつら落とさないように慎重に慎重に。 OKOKOK よし、じゃああとは一段一段降りてで、次の辺クラウンかな。あ、やべ、バレた。あ、上登るとか車に行け行け行け。うん、アーモンド美味しい。クランクあったね。クランクあったはいいけど、この高さ、さすがにこのトランクケースを持って上に行くっていうのはできないよね。テレビがあるし、テレビつける？いや、今やってんのってもさ、もう NHK の教育番組くらいなんだよね。あ、ちょっと待って、スイッチが押せない。はい、スイッチ。スイッチ。つかめない。あれ？スイッチ出て押すの？スイッチ。スイッチ。スイッチ。オッケー。カクカク、電波が悪いのか、そういうビデオの瞬間。ちょっと聞いてみる。なんで？ハッピーバンバンジー、バンジージャンプでピャンピャンピャン。これなんかさ、例えばリトルナイトメアに精通した人がさ、解説動画なんか上げたりすると、このテレビの中で流れている歌はこんな意味をしていますとかね、うん、リトル逃げるんだとか。リトル逃げるんだとか、なんだろうな、よくわかんないけど、まあ、あのやつが来るから早く行けとかね、うん、そんな音楽とか流れてすよね。で、とりあえず今のところバレてないから、ぐるっと回ってで、クランクをハメハメしましょう。ハメハメしたらとりあえず回す。これ何が来るんだろうな。あー、いや、ちょっと待って、今嫌な音したよね。後ろから来てんじゃねえやつ。急げ、すげ、すげ、カチン、オッケー。で、登って、飛ぶ。で、右側に行けるけど、これ行ける？ほっ！無理！ぐっ！ですよね。今の高さくらいだって、多分本棚から飛び降りて高さ、そんな変わらない気もするんだけどな。まあ、わー、でも親切設計。ある意味親切設計、こっからか。なんかクランクの手前からやってくれたらよかったんですけどね。相変わらずボタンがうまく押せない。チュチュチュ、ボタン。ボタン。ボタン。ボタンとバラ。またよ、ほんとなんて。ホンペホンペバンバンジーって聞こえるんだよね。やっぱバンバンジーって聞こえるんだよな。うん。アンパンパンパン。あいみょん、あいみょん、アンパン、アンパン、バンバン、バンバン、バンバンジーって。さあ、まあ、焦らず行こう。そう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 。そう、あ、やべ、バレた。やべ。やべ、切る。やばいね、来てるね。急げ、急げ、急げ。よし、ショートカット。やばいね、来てるね。はめろ。回せ。ああ、今、ブーって聞こえたってことは、あれだね。やっぱり、部屋を越えた時点で、ちょっとなんか、リセットというか、別の、なんか、カウントが始まった扱いになってるのかな。あ、これ左寄ってるとか、ちょっと待ってみたらいいのか。そういうことか。奴が追ってくるから急いで行かなきゃっていう焦りがあって、ああ、手伸びてきてる。大好きだよ。逃げちゃダメだよ。僕が食べてあげるからね。って。んで、すげえうるせえ部屋に来た。あー出た。これ蒸気に当たったら一気になんかやられるやつ。なんかこんなゲームあったな。蒸気に当たるとゲームオーバーになるゲーム。なんだったっけな。なんかあったな。忘れた。とりあえずこれは騙されないで、で次のところに、あー終わりました。ちょっとあくび出た。いや、押す。あれちょっと押せない。なんで押せない。なんでなんで。あ、これあれか、なんか持ってきて、レールの先にある、あのスイッチ、なんか四角いっぽいのがあったけど、あるのか、あ、これか。あ、引っ張れたね、トロッコだね。なんかゼルダの伝説を思い出すよね、こういうの。で、後ろから押していって、で、蒸気のところまで来たら、自分は蒸気を越えられないから、ピョリンって飛んで、で、次に進んでいく。まあ、そんな流れでしょうね。オーケー、行き過ぎないように気をつけて。そしてジャンプも失敗しない。ほい、うまいね。よしよしよし、戻って。やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ。よし、行った行った。で、スイッチの上に乗せ、スイッチの上に乗せられない。押したらいける。押してもいけない。あれ、
じゃあ登る？あ、登れたね。オッケー。で、飛んだ勢いで行けるとかそういうオチなのかな。ほや、ああそういうことか。はい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 。わあ、また随分高いところに来ましたね。絶対落ちないよ。まあ、パート1みたいにね、ここ行けんのかなって言って、ヒューっていう夢落ちはもうね、したくないからね。とりあえず中に入る。おー、なんか結構サクサクなんじゃないですかね。前回、前々回かなんかね、同じところでつまずいて、お前何回そこやるねんっていうのを繰り返し続けましたからね。ネズミ走った。おぉ、ちょっとびっくりしたー。おー、ドキッとしたわー、今の。おー、ごめんなさいね、大きな声出して。マジか。連れ去られちゃったよ。なるほど、あのネズミはフラグだったわけが。なんかダメだね、こういう、こうちょっとな、慎重にというか、頭ひねってやらなくちゃいけないゲームって、すげえ苦手だな。だから直感できるゲームじゃないとダメだね。今かな？ゴー！よいしょー！早っ！早いしさ、あの隙間、どうやってリトル君抜け出てるんだろうね。いや、ドキッとした、びっくりした。え？俺、あそこ抜けられたの？って、自分で自分がびっくりする。ね。どうしたらいいんだろう？じゃあ、しばらく待ってたら、手が、こう、どっか行っちゃうとか。おー、帰ろうとしてもダメだよーって。両手で君のことを包んであげるからねー。これ、待ってて手抜ける？どっか行く？なんか行かなさそうじゃない？行くの？いや、行かないな、これ。タイミング見計らって、行くパターンのやつだな。うん。次上に行った時に行ってみよう。これ多分下にある間は行ったらダメだから、多分上級者なんかは下にある間だとしても行け、なんかピョンと飛び越えて、とりあえず触れなければ大丈夫。なんであいつ行ったなっていうのが分かったんだろうね。今スンって手を引っ込めてね、スンって手を引っ込めて、すごいね。降りる、なんか後ろから詰まってきて、来たよね、そうだよね。走れ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 、さっきも逃げ切ったんだ。おー、なんか潰れてる。しゃがめ、しゃがめない。なんでコントロール押したのに。うーん、うわー、さあ、もったい、夢に向かって走るよな。どうでもねー、こいつ。ほんとどこも進出ボスだよね。スライディー前に行った先に登るって、多分なんかちょっと下とか上とか抜け道があるんじゃないか。うわっ、バーマジか。こっからか、こっから謎解きなのかな。じゃあこっち上登って、無理で、早く逃げて早く逃げて、ピョンとピョンとほい、ピョンと降りて、脱出するような場所が見当たらないんだよな。どっから行ったらいいんだろうな。登る、いや、引っ張ろうとしても無理だよね。引っ張って、なんだろう、あの下にあるゴミ箱的なところのやつに乗せていくとか、そんなオチでもなさそう。触れなければ暴れててもダメだ。下からなんかこうジャンプしていけるような感じでもないし、スライダーつけて、まあ、バレてないけど、何この異空間。あっ、あちゃ、あ、やっちまった、触られたね。始まってそこ白髪なんだよね。どうすべきなんだろうな。うっ、早い。速攻捕まったという夢を見たんだ。おはようございます。登る。なんかまだ見えてないところどっかあるのかな。飛んでもなんか掴むようなところも特にないし。よいしょ。どこなんだろうな。なんかこのゲームやっぱり注意力とか観察力がないと全然前に進まないね。いくらアクションだけは上手くても意味がないっていう感じがするな。これなんかずっと逃げ回って一定時間経ったらどっかに行くっていう感じでもないんだよね。なんかしきりに両手がそのなんか自分の手元
を触ってる感じはするんだけど、こっからどっか行けるわけでもないし、あー、ジャッツ、ごめんなさいね、申し訳ない。どうしたらいいんだろうな、また来たよね。箱の中身はなんだろうな。こいつ本当箱の中探すんすね。これもしかして引っ張れる？いや、ちょっと、でも今掴めたね。掴んだ。あ、じゃ引っ張って、折れかけている箱を、こっち側に持ってきて、シャッターみたいなやつを、あ、だめだ。さすがに、タイミング見ないと難しいっぽいね。なるほどな。だからタイミングを見て、箱を引っ張って、こっちの部屋に入れてしまって、で、シャッターをバシャンってやって、痛いよーってなってる中に、なんかどっかまあ逃げる道がその衝撃で出てくるとか、そういうオチなんだろうな。どうあります？どのタイミングで行ったらいいのよ。むず。また来た。ギリギリ。危ない危ない。焦りは禁物。タイミングは重要。Don't worry, be happy. で、右手が戻っていって触ったところを、そうだね。腕、なんなんだろう、もともとの長さというか、なんか伸びてる感じするな。あれ、引っ張るの？あ、引っ張れるね。あ、なるほど、なるほど。あ、OKOKOK。引っ張って、あれ？あ、なるほど、箱壊すのか。はい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 。じゃあもう一個壊さなくちゃいけないけど、え、ちょっと待って、折れたあの棒を手に突き刺して、まあそこまではできないだろうから、じゃあもう一片方をなんかパイプみたいなのが出てるから、それを引っ張って、いけたね。あ、上開いた。あら、腕ちぎれた。あ、ちょちょ、生きてる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 、ちょちょちょ、怖い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 。どういうこと、どういう原理で動いてんだよ。ギャーってずっと叫んでるね。俺の腕がーって。いやー、まあなんとかね、クリアすることができたね。これでまあ、あいつはもう二度と、もっとか再起不能ってところかな。あ、なんか次のステージに行った。第二ステージクリア的な感じなのかな。よし、やったね。じゃあ、まあ、霧もいいところに来ましたので、第三ステージをね、まあ手前、で、一旦ここで終了としたいと思います。まあ、ボスね、なんとか倒したっつうか握ったっつうのがよくわかんないけど、また次回パートでお会いいたしましょう。それでは、バイバイ。